皆さんこんにちは、マックスプライです。さあ、学校が始まらない昨今ではございますが、ゲームの中だけでも学校の気分を味わいましょう。新学期ガチャ、やってまいりましたね。やってまいりましたよ、この新学期、新学期ガチャ、ラインナップをこうおろおろおろと見てですね、私が欲しかった学園じゃないか、この子、バレリア、学園バレリアはすでに交換しました。交換しました。先日引いたメノア、光メノアをですね、なんとかして使いたいと思って、よくよく考えたら強くなった平子でいいんじゃないかと思って、この平子さんのリーダースキルが光属性全般の 1.5 倍ドロップ3秒延長、操作時間3秒延長、4色以上同時攻撃で13倍だから 1.5 倍と足して 19. 点何倍かな、約20倍、そして5色で2コンボ加算、ええー、やんと思って、で光メノアが光と木同時攻撃で軽減、そして2コンボ加算、4色以上同時攻撃で18倍で5色で固定5万ダメージ、ええー、やんと。私はずっとこう、最近ミッキーフレンズパー使ってたんですけど、ミッキーフレンズパー8秒縛りがありまして、ただあれもいいんですよ。3色消すだけで、リーダーフレンドで4コンボ加算なんで、超楽。ミッキーフレンズ最高なんですけど、ミッキーフレンズ私のパーティーベースこれですね。もうアシスト切り替えちゃったんで、アシストついてないですけど、ミッキーフレンズパー最高なんですけど、もうこのパーティーもめっちゃいいなと思って、ちなみに初手ダイヤが変身できるので、ダイヤが火属性持ちます。副属性で火を持ってます。で、この光メノアのサブで、正月リーチェとか、あとはバレンタインイデアルとか、いろいろ強い子たちいるんですけど、どうしてもこのタイプ縛りがあって、で、私バレンタインイデアル持ってないんですよ。だから、自前で設定できないから、なんかアシストも含めてね、自分の好きなカスタマイズができない。やっぱりなんとかして自前で全部揃えたいなと思った時に、平子ですね。これ進化前の平子です。進化した後だと悪魔タイプがつくんですよ。全パラ2倍で強いんですけど、悪魔タイプがついちゃうんですよ。だから、いや、全パラ 1.5 倍でも火力も十分だし、これでいいかっつって。で、このパーティー組んでると、大体、バーンっつって、普通に1億2億出ます。っていう状況なんですが、ポイッ、なんだ、さっきクリアしたですね。この動画では、やっと本題、参ります。新学期ガチャ。学生気分を味わいましょう。ふっ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 、お、結構ダイヤ出る。不動明王、星6ね。なるほどね。今回、ダイヤ、思ったより出るやん、みたいな。朝一で来てたメールもダイヤだったんですけど、何が出たっけな。星6のロキが出ました。星5、金が 10%、10%、10%、10%だから 40%。60% ダイヤなんだね。ここだね。60% ダイヤってのが、ちょっと気を抜いちゃダメなところですね。 60% ダイヤで星6のダイヤが9999936だから星5が 40% でしょ、で星6が36だからここで 76% か、だから4回に1回この星7以上が出る、4回に1回星7以上が出る。私はエリカが欲しいね、エリカが欲しいね。友達にエリカ様ってのもいるから、エリカが欲しいね。参ります、行くぞ。すげえダイヤ出るな。お強い。このちょっとデザインが謎のよく出た。いいんじゃない？まあね、進化するとどうしてもドット限定のリーダースキルになるけど。よく出たよ。これは強い。いいね。引きがいい。てか今年なんか桜なかなか散らないっすよね。あ、イシュタル。行ったんだよね、敵の防御力ゼロ。いいじゃないですか。バシバシ行きますよ。なんか今年は桜が散らないなーっていう気がしますね。あ、なんかどう歯と星6。参りましょう。4回に3回は、おー強い。めちゃめちゃ引きがいい。えぐい強い。
これは私は優勝だね。これは、え、嘘。え、やば。来たよ。敵の行動を2ターン遅らせて、10ターンの間ドロップがロック状態に落ちてくる。これが実質ロックでしょって言われてて。ちょっとまだやってみてことないんでわかんないんですけど、100% の状態でドロップがロックで落ちてきたら、もうこれルーレット対策じゃないですか。私、ルーレット対策はディーナ。ね、あの変身するやつ。1ターンでやるディーナと、あとは1ターンで変換できる、まさに進化前のメノア。進化前のメノア。だから、ただ私は光メノアにしちゃってるんで、いいじゃん。やった。もう、え、終わってもいいんだけど。終わってもいい。え、あれ？え、ガチで終わってもいい？リクーディスティルはそこまで別に。いや、あれ？あれ？終わる？ちょっと待ってくださいね、皆さん。これ、え、エリカ様出たら、もう、いいんじゃない？アポロンも強いよね。アポロンもベラボーに強いけど別に、あれ？いらんな。無理して引かんで、ええな、これ。そんなことある？ちょっと皆さん慎重に考えさせてくださいね。あれ？もう、終了！これは、でも、おい、村井、これ取っとけってあったらコメント欄でください。見て、ほら。一番下のここがおはようメール。すげえ引きの良さ。5回引いて、ヨグとエリカ。で、バレリアはすでに交換してる。そうだね。最後までご視聴ありがとうございました。もう、石、取っときます。次の何かに取っておきます。よっしゃ！では、高評価、チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。楽しみましょう！この日々を楽しみましょう！さよなら！